さん、おはようございます。時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の話ということでね、今週も元気に楽しくお届けしたいと思います。パーソナリティ土井秀人と、今週も東京から、ドクター水素ボトルの北条正弘さん、神様田正弘さんをお迎えしてます。おはようございます。はい、お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神々ですよね。顔の大きい二人がもう顔、こんな笑いながら実は話してるもんですから、神様になったりもするんです。あー、このゲストの方、早くもむき出しの笑顔です。ありがとうございます。はい、そんなわけでね、今週のお楽しみゲストさんは、広島県からね、お越しいただいてますが、西村すみおさん、すみちゃんと呼ばれてるそうですね。すみ、はい、ちゃんな割に、パラフューズ小顔&美容生態スクールね、認定講師、はい、国際セラピストということで、よく噛まずに言えました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、そんなわけでね、国際ですよ、国際ですよ、はい、すごいですよ。いや、北条さんまだね、国際的な方にもお会いするんでしょうけどね、私沖縄で12年目、ちょっと国際、国際色はありますけどね、アメリカの方もね多いんでね、軍がありますから、国際セラピスト、はい、西村すみちゃんは、はい、はい、どんな、ちなみにお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。はい、私はエステのセラピストなんですけれども、26歳の時にですね、高速道路の大事故に遭いまして、なんと歩けない、食べれない、喋れないという状況になりまして、でそんな時に友人の、入院中の私をさすってくれた手のぬくもりを忘れられなくて、元気になったらセラピストになりたいなと思って着いたのが今のお仕事です。エステ、はい、固まってますね、大丈夫ですか。高速道路でそんな大きな事故、はい、もうそれこそ最初からうっそーみたいなお話なんですか。はい、はい、歩けなかった、歩けなかった、高速道路を運転していたのにもかかわらずですね、はい、シートベルトをせずに、はい、居眠りで気を失ってノーブレーキでガードレール2枚バーンとやっちゃった事故だったんですよ。あ、いや、よかったね、はい、こうしてお話ね、はい、お会いできて。はい、本当です。そうなんですか。はい、それ入院もちろんされて、はい、で先ほどそのお手をさすってくれたり、まあ、手当てなんてよく言いますよね。 そう、その方のぬくもり、そう、優しさ、誰が来たのかも思い出せないような状態だったんですけど、その人の手のぬくもりというか、その手の力というか、ものすごく勇気づけられて涙が出たんですよね。その感覚が忘れられなくて、私がもしも元気になったら人を勇気づけられるような、そんなセラピストになりたいなと思って今のお仕事に就きました。素晴らしいですね。はい、すごいですよ。もうあれこれあれこれ間違った道ばかりだった、私からすると、す 私からするとなんという国際セラピストな感じなんですよね。本当に、ね、なんかのっけからもすごいこうね、イントロダクションだったんですけども、はい、なんか噂によると、もっとうっそーみたいなお話があるって聞いたんですけどね。なんですか。いや、私がですね、はい、実は3歳の頃なんですけれども、はい、うちの祖父が神主をしてたんですが、その間お祓いをしている間でとか、そういった時に座敷わらしと小さい頃よく毎日遊んでました。大丈夫ですか。もしもし。座敷わらしと遊んでました。はい、毎日、もう名家ですよ、ね、座敷わらしが出るなんてもう名家です。本当ですか。これ、はい、お金持ちの家しか出ないですからね。そうなんですね。座敷わらしは、そうそうそう、そう、で、うちの祖母は不動産業やってて、まあ、土地転がしというか、ものすごい何千万とか億とか、まあ、そういうお金がずいぶん回ってた時期で、3人息子がいたそうなんですけれど、それぞれにキャッシュで家を建てるぐらいお金が回ってました。
はい、座敷わらしと関係があるんですね。あるのかしら。だから座敷わらしが見える家は座敷わらしを大事にしてご飯出したりとかね、はあ、するって言いますよ ね。すごい。そうで毎日遊んでましたらね、うちの父が本当になんかあのお風呂場でかくれんぼなんかを吸い出した時に身の危険、私の危険、命の危険を感じたのか追い出しちゃったんですよ実は。座敷わらしさんを追い出してしまいまして、なんとその当時暮らしてたお家全焼しました。燃えてなくなっちゃいました。座敷わらしって、はい、見えるんですか？見えます。でも他の方には見えなかったみたいなんですよね。であの近所のお友達たちとみんなで8人ぐらいでいつもわーキャーって言いながら外に出て遊んでて、あの近所のおばちゃんたちがおやつをくれるんですけれど、私がね、あれ1個足りない、おばちゃんもう1個ちょうだいって言ってもらって、後ろを振り返ってはいって渡そうとしたら、いらないって首振るんですよね、うん、で私がそういうふうにやってる身振りそぶりを見て、周りの人が何誰と話してるのって言うんですよ、なんか周りの人には見えてなくって、ただただ私がおやつが人の倍欲しい、食いしん坊の欲張りな子って思われてたみたいで、すみちゃんはその時あの、なんか変だぞとは思わなかったんですか？全然思わなかったです。普通にお友達と思ったんですか？普通に見えてるからね、そう、仲のいいお友達でしかないんでね。だからあのいつも仲良かった。はい、でお父さんお母さんが誰と遊んでるのって近づいてくるといなくなっちゃうんですよ。スーッと消えて、あれってどこ行ったの、あ隠れてるんだとかってまた探し出すんですけど、お父さんたちがいなくなるとスーッとまた出てくるんですよ。不思議ですよね。今振り返ったら不思議な、ね、現象で、周りの友達に話すとやっぱりおかしいって言って、って言って驚かれますけどね。いやはい、特別あどうリアル座敷わらしにね、うん、ね、一緒に過ごした人を初めて、話では聞いたことももちろんありますけどね、毎日遊んでました。毎日すごい、はい、友達だった。霊感がすごいっていうわけでもないんですね。じゃあその後大人になられてだんだん私はですね、いろんなもの見えちゃうみたいな、じゃない今ないですけど、あの幼少期は子供の霊はよく見えてました。子供がすごい寄ってきてたんですよ。だけどもあの今は全然ないです。はい、はい、皆さんそんなドクター水素ボトルのお話、続きはこの CM の後またね、はい、お届けしましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、皆さん日曜日の朝いかがお過ごしでしょうかね。え、嘘のような本当の和ということでね、私パーソナリティ土井秀人とドクター水素ボトルの北条正弘さんお迎えしているんですが、今日はね、ゲストに西村すみちゃん、ね、え座敷わらしですよ。皆さんどうでしょう、あります、経験ある方ぜひメールくださいね、番組にね。僕も知ってみたいし会ってみたいということでね、すみちゃんも何でしょう、体の具合がやっぱりあってのね、はいはい、まあ、事故からの復活もだいぶ前かもしれないんですけども、うん、お体あっての今だと思うんですよ、はい、なんかその後やっぱり辛かったりご病気を抱えたりっていうことはありましたですか？やっぱりですね、年々後遺症がひどく出てまして、うん、ぶつかった衝撃で体がシートに上がって、頭からフロントガラスにボンとぶつかってですね、脳に深い傷が入ってるっていう状態だったんですよ。なので脳疲労が特にひどくってですね、もう梅雨の時期、気圧の関係で台風の時なんかも起きていられないっていうような感じですよね。はい、ですよねって笑顔でおっしゃってますからね本当にどこまでどうなのかと思うんですが、そういう時ですか？ちなみにドクター水素ボトルとの、はい、まあ、タイミングというか出会いは、やっぱりですね、あのこのコロナ、はい、で対面型のお仕事ですので、はい、かなり打撃を受けまして、あ皆さんやっぱりあのセラピストとこんなに近くいるっていうことが恐怖
なのであのお客様が寄りつかなくなってしまいまして、でなおかつ施術をにいらっしゃるお客様も長時間ではなくてなるべく短い時間で済ませてほしいっていう要望が上がってきたんですね。でそんな時にあのこの水素ボトルというのが私のところにあるお友達を通して来たんですけれども、これは素晴らしいというふうに思ったのが、あのお客様がいてもいなくてもあのそのご自宅でのセルフケアに使っていただけるツールとしてご案内できるということ、そしてもう一つは施術をするときにあのオプションとして使うことでお客様 の, あの単価が上がったりですとか、その施術の効果が上がる、あの、まあ、むくみが対策できたりですとか、すっきり感が違うねっていうふうに喜んでいただける声がたくさん上がりだしたので、今はあの販売の方も力を入れています。はい、これやっぱり、ね、国際セラピストとして、まあ、美容整体というところを考えますと、はい、かなりこう親和性というかあのお客様にお役立ちになってるっていう感じはしますか？もう全然違いますね、たくさんの方に喜ばれてます。あ、いやいや、はい、ちなみにすんちゃんご自身はその、はい、出会ってそのドクター水素ボトルに出会った頃、こういう感じになってきたとか、なんかこう、はい、そうですね、私は、あのそのまずですね、実はお客様に使っていただくことが面白くて、うん、反応が面白いっていうのと、うん、あの指先の血管測定っていうので、目の前で今のその血管の状況が分かりますよね。で吸い出した途端にどんな風に変化するかっていうのが分かって、あの使っていただける方々があるので、私自身が使うよりもお客様にちょっと1泊2日で貸し出してあげたりですとか、ということでほとんど使ってなかったんです実は。はい、出会いはいつぐらいにそのお友達を通してっておっしゃってたんですけど、3年前ですね。はい、あまりちょっとご自身としてはあんま使う機会はなかったけども、はい、けども、ここ最近あのかなりあの疲労感が出てきて、ですごい疲れるんですよねって北条さんに言ったら、スミちゃんなんで吸わないのって怒られまして、そうよねって今更ですけど、あのちゃんと真面目に吸ってみようと思って、私はあの活動時間が長いので起きる前の2時間と寝る時の2時間って言って2時間2時間を吸ってみまして、そしたらですね、あの2日でなんと 1.5 キロ落ちました体重が、はい、それだけまあむくみというか疲れを抱えてたのかなと思うとね、えなんか鎧を脱いだぐらいすっきりしました今のお話ってちょっとびっくりなんですけど、はい、目が覚めてベッドに寝たまま、はい、朝2時間そうで寝る前、ね、あ もう寝ると眠るっていう前に横になりながら2時間、はい、そうこれ北条さんちなみに今ね、まあ、女性の方がお痩せになるっていうことなんですか、普通どなたも憧れるじゃないですか女性、はいはい、これ現象っていうのは代謝ですか？代謝が上がるっていうのももちろんありますし、あと例えば朝の時間帯に吸っていただくとデトックスの効果が強いんですよ水素は。そうすると体から余分な水分、溜まっていたものが出ていってくれるので、結果的に体重も落ちてくるっていうことですよね。お手洗いが近く、そういうのもありますよ ね僕自身も、ね、水素捨てると経験あるんですけど近くなりましたって言いますよ ね、ですよね。そういうところで、まあ、余分なものが出ていってくれた、はい、余分なものがあった感じがするわけですね。もう鎧を脱いだかのようにもうあの脱皮しましたはい、1.5 キロって大きいですよね。大きいですね。私は、はい、あのもう本当にあのじっとしてないんですよ起きると。なので、起きるであろう2時間前にアラームをセットして、30分を4回繰り返し、でシャワーの時に出来上がった高濃度水素水を持っていって、頭からかぶるんですね。でもシャキーンですよ目覚めすっきり、さっぱりみたいな、ね、はい、そうですね、はい、もう顔もギュッと上がりますし ね、 ね、もうあの頭皮のキュッとこう ね毛穴が一瞬でツルツルになるしね、ギュッと上がるしね。そうで頭からこう裸で被るもんだからもう全身ツルツルになりますよ。最高です。ツルツ
鶴だそうです、ね、それではちょっと一旦 CM 入りましょうね、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のはということでですね、はいはい、もう最初ね、交通事故から座敷わらしから、今度はドクター水素ボトルの話でも随分ね驚いているんですけれども、はい、嘘のような本当のは続けてねお送りしたいと思いますが、今日はね広島県から、すみちゃんお迎えしているんですけれども、あのつるつるネタって言えば、僕なんかこうあんまりもうね60近いもんですから、こうガバッと飲んじゃうんですよ、はい、使ったね水素ボトル、はい、やっぱりバーンとこうお風呂場でかけちゃうとそんな変わりますか？めちゃくちゃ変わりますね、はい、これはめちゃくちゃ変わりますね、あの83万7000ppm の、加入で出口からどうとか、水素ボトルは水素水になったその高濃度のものはそれほどの効果なんですかね、そのあの水素水の場合は1.6ppm というのが飽和濃度で、これ以上の水素水はまあ1気圧中通常温度の中ではできないとされている、その濃度にだいたい5分で到達するんですよ、スイッチ一つね、はい、でもちろん吸う時の83万 ppm に比較すれば少ないんですけども、経皮吸収っていうそのまま皮膚に吸収されるので、ダイレクトに水素の分子がぶっ飛んでくるわけですね。そうすると錆びてしまったところをバーッと整えるので、うん、あの一瞬でツルツルになりますね、うちの水素は。本当にね、これ、体験会でね、私ももう山ほどいろんな方見てきているんですが、右手と左手、ね、どっちでもいいんですけど、シュシュッとね、はい、あのスプレーしてあげて、10秒ぐらいね、ほっといて、拭いてあげますって拭くじゃないですか、はい、もうなんて 別人の手、右と左ね、うんうん、差がやっぱり出てくる、ね、髪の毛にね、かけたりしてもやっぱり右と左かけてない方かけた方やっぱね違ってくる、はい、それだけやっぱり高濃度の水素水を生成するっていうところがやっぱりあるんでしょうかね。もう全然違います ね、 ちなみにどなたかそういうね、あのすみちゃん以外に、ええ、うん、すげえなこれってみたいな、なんか例えばご病気の方だったり、そんな方って近くにいらっしゃいます？そうですね、私の身内なんですけれども、うん、あの末期がんステージ4で、うん、あのもう抗がん剤のその副作用にすごく苦しんでたんですね、うん、でもあの、まあ、副作用でやっぱり体足もパンパンでこう座ったり足を曲げるのも痛くて痛くてって言ってる状態だったんですけれども、男性ですのでね、あまりこう素直じゃない方だったんですが、よっぽど辛くなって吸い出しちゃったんですね。で、まあ初めて吸った時にあの3時間ぴったりそばについて、あの30分おきにっていうのでスイッチを押してあげてたんですけど、その後ね、すぐには体感というか実感が湧かなくって、なんだやっぱり全然そんなことないじゃないかっておっしゃってたんですけど、翌日ですね、うん、連絡いただいて何かなと思って電話出てお話聞いてみたらですね、体が軽い、うん、でむくみがない、顔がすっきりしている、で何時間ぐらい吸ったっておっしゃったんですか？3時間です。3時間そうで、もう抗がん剤で苦しんでた副作用を感じられないっていうわけですよ、はい、でもそれが水素のせいかどうかは分からないって可愛げのないことをね、うん、最後におっしゃってましたけど、すごい変化をおっしゃったわけですね、はい、たった1日ですよね、その翌日ですよ、すごいなって私へーって、うん、その後はその後はねやっぱり素直じゃないのに吸ったり吸わなかったりしてますけど、おそらくちゃんと真面目に吸ってたらもうね病気も遠のいていくんでしょうけど、うん、男の人はねやっぱり素直になってくださいね皆さん、
ねえ、もうガムテープで貼っときましょうか。ねえ、本当になりましょう。はい、うん、それはそう思います。はい、ね、まあ、素晴らしくね、良い方に向かうといいですよね。はい、私もそう思います。ね、まあ、同時にそういったね、もう重いご病気というね、方が良い方に向かっていくケースも私どももね、すごく聞かせていただいてるんですが、ね、せっかくなんでこのね、パラフューズね、スクールでもあると思うんですけど、やっぱり美容に特化しているというところで、はい、やっぱりさっきのね、お肌ツルツルじゃないですけど、美容的にはどうですか？お客様に、うん、必ず最後これはお願いって言われるんですけれども、うん、ボディを整えてヘッドスパしてフェイシャルで仕上げるんですね、うん、で最後洗顔をした時に水素水で洗ってって言われるんですけど、うん、その高濃度の水素水で洗った時の仕上がりが全然違うんですよね。もうまるで陶器のように、うん、キメが整って毛穴もキュッとなってですね、で小じわそういったのですとかたるみもう本当に別人になります。ビフォーアフター出した時に、はい、なんか今ふっと降りてきたんですけど、その、はい、こういったスクールっていうか美容室でね、ビフォーアフターの写真撮ったらいいかもわかんないですよね。そうですよ、はい、お試しますよ、はい、ね、こちらでお試しになる前って終わった後ね。そうです。あと女性はそのお支度した後に髪の毛にシュッシュッシュッってしてお帰りになられるんですけれども、カールパーマのカールがすごく綺麗に出たりですとか、キューティクルが整うのでツヤ、あと指通りがすごくいいって言って大変好評です。なんかいいですね、はい、いいです。世の中の女性が綺麗になると、そう、男どもも元気になると、ね、これは日本経済もね良い方向に向かうんじゃないかというね。ですよね。今つくづくなんかお話聞いてますとね、はい、皆さんにその感謝を、ね、はい、ほら大塚さんもねよくおっしゃる、そのやっぱりなんかあんまりね返品とかね、ええ、どうなってんのこれという話が全然出てこない、うん、ドクター水素ボトルってやっぱりね、う、うん、私自身も毎日使ってますけども、結構若いですよねって言われて、そうツルツルです、ね、気分どころかね、はい、おっさんでも嬉しい。ツヤが違いますよね、やっぱり全然り、はい、ピカピカしてますよ。はい、よかったです、ピカピカ、はい、あんまりギトギトしててもありますからね、黒ピカリしてるとかね。一歩間違えたね、黒ピカリ。いや素晴らしい、もうね、はい、もうね西村すみちゃん自身が美しい理由もね、今日テレビじゃなくて残念ですけどもね、まあ、理由もよくよく伝わってきた次第なんですけれども、はい、お客様ねそんなに喜ばれ、ね、お身内の方にはもう一押しですかね。そうです ね、 ね、本当に、うん、やっぱ素直が一番っていうことですよ、うん、本当にそれにつきます。なんかね体がこう快調になり、こう美容っていうかね、肌のツヤも良くなって、心も変わってきたりしますよ ね、 そうですね、やっぱりね、うん、ポジティブにそういうものをね取り入れていくっていうことが大事ですよね、うん、ネガティブなままね使っててもやっぱりなんかこう、うん、パッとしない感じっていうかね。そうなんですよ。吸ってて後ろ向きなコメントが多かった方がすっごい前向きになってたりとかびっくりしますよ。鬱とかにもいいんですかね。そうですそうです。だいたい 2,3 時間吸っていただくと皆さん元気になります。へなんか最近企業さんで ねコロナ鬱って流行ってるんですよ。コロナでじっとしてるし人と交流ないし鬱になっちゃったっていう人なんかは水素吸って会社で貸し与えて1週間吸って元気にまた出てきてねって言ったら本当に元気になって戻ってくるっていう、素晴らしい。もう会社のね、福利厚生というのだったりね、うん、うん、こういったチームで元気に、ね、うん、なるということも含めてドクター水素ボトルの素晴らしさ、はい、すみちゃんも含めて、皆さんにお届けできましたでしょうか。ということでね、嘘のような本当のはあっという間にね今週も、エンディングに向かっていくわけなんですが、ぜひね来週もまた素晴らしいゲストの方お迎えする予定でございます。嘘のような本当のは今日も、北条雅夫さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、広島じゃ経営のすみちゃんもね、ぜひ元気で美しく会っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。また来てくださいね。はい、はい。